太一 TV。 はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。2日間また空いてしまいました。ちょっとね、いろいろバタバタしてて本当に、すいません。毎日投稿するってね、言ったはずなのに、途切れ途切れで本当に申し訳ないなと思っております。今日はですね、商品紹介していきたいんですが、動画はね、出せる時に出すというスタイルで、あんまり気負わずやっていこうかなと思いますので、見てくださってる皆さんもね、気軽に見ていただけたら非常に嬉しく思います。もちろんね、今後スタジオ撮るちょっと予約を、したので、そこでエクササイズとかね、全身見せながら撮れると思いますので、ぜひ楽しみに待っていていただければと思います。それでは行きましょう。今日紹介する商品がこちら。はい、こちらでございます。ファミワでライズアップ飲む豆腐。はい、これですね。なんかちょっとね、見てびっくりしましたね。僕いつもこのファミマでライズアップ商品ね、僕あの商品レビューよくするんですけど、こういうのって、甘いものとかが多いんですよね。あのカフェラテとかそういったタイプが今までずっと多かったんですけど、飲む豆腐ですよ。僕の頭の中に思い浮かんでるのはあの豆腐の味で、やっぱりライズアップさんなんで、なんかちょっとヘルシーに作られてると思うんですよね。なので、もう本当に豆腐の味なのかな、無調整豆乳みたいなイメージを僕はしてます。なのでちょっと飲んで、それとのね、イメージとのギャップをちょっとお伝えできればなと思っております。成分読んでいきましょう。エネルギー 125kcal、 タンパク質 5.6g、 脂質 10.0g、 炭水化物 4.0g、 うち炭水化物のうち糖質が 2.2g で、食物繊維が 1.8g で、食塩相当量が 0.4g っていう感じですね。糖質、これもしかしてちょっと砂糖系入ってるかな。原材料名、豆乳クリーム、低脂肪豆乳、蜂蜜、食塩。なるほどね、蜂蜜でちょっと甘さつけてる可能性がありますね。ちょっとイメージが変わってきました。調整豆乳の方かな、無調整豆乳じゃなくて。ちょっと期待して飲んでいきましょう。相模屋って書いてありますね。相模屋さんって僕ちょっと詳しくないんでわからないんですけど、相模屋さんってちょっと有名な豆腐のお店なのかな。ちょっと調べてね、見てみますが、もし買ったことある方がいたらね、相模屋さんの豆腐美味しいですよとか言ってコメントいただければ嬉しいんですが、ちょっと早速飲んでいきたいと思います。かなりね、サイズとしてはちっちゃいですね。よくコンビニにあるカフェラテのサイズよりはちょっとワンサイズちょっとちっちゃいような感じです。で、飲む直前に、よく振ってって書いてあるんで、もう本当に豆腐が入ってるのかな。よし、じゃあ振っていきます。こんなもんでいいか。あんまり振りすぎるとちょっとね、ぐちゃぐちゃになっちゃうかもしれない。こんなもんでいきたいと思います。ではストローを刺して、よいしょ。あ、でもなんか豆乳みたいの出てきましたね、刺したらね。いただきます。なるほどね、なるほどねって言っても分かんないですよね。豆腐の味、豆乳の味っていうよりはやっぱり豆腐を飲んでる感じに近くて、でさっき食塩って書いてあったんですけど、ちょっとしょっぱさがあります。でやっぱり甘さもちょっとくるんだけど、すごい豆腐感が残ってて、大豆の味っていうのが豆乳よりすごい強いです。すっごい濃い豆乳を飲んでて、でしかも味付けにちょっとね、口に入れた瞬間に塩っぽさが先に来るんですよね。で後でふわーっとちょっと蜂蜜の香りというよりも甘さが残るような感じなので、どっちかっていうとそのデザート系のドリンクっていうよりは食事系の味がしますね。でも僕豆乳好きなんでこれ美味しいですね。いいと思います。ただ、脂質 10.0、 炭水化物 4.0 っていうのが、ダイエットにすごい向くかっていうと、っていうとこなんですよね。で、この脂質の部分はね、大豆の部分もすごく多いと思うので、もちろん体にいい部分もあるんですけど、低脂肪豆乳をね、基本的には使ってるんで、その部分かなっていうところですね。で、炭水化物の分も蜂蜜結構使ってるんで、炭水化物が少し上がっちゃってるんですけど、蜂蜜自体は精製されたお砂糖よりは、前お話しした GI 値っていうのがちょっと低いんで、血糖値の急上昇をしにくいんですね。なのでその辺も考えて、
もちろんカフェラテとか飲むよりは優秀かなと思いますね。でライズアップのねカフェラテとかもあるんですけど、あれもねいろいろ研究されて、成分を抑えたりとか、成分ちょっと変更したりとかいろいろあるんですけど、まあ、それよりもよりね、ダイエット向けの、飲み物かなと思います。豆乳好きな方はぜひ飲んでみると美味しいんじゃないかなと思います。よしピーコ、飲み物系はねやっぱ飲まないとね。うん、当たり前じゃ、飲ませろ。いくよ、せーの。豆の味最高。やっぱりピーコ好きでしょそういうの。うん、好き、豆好き。めっちゃテンション上がってんじゃん。うん、テンション上がって、うん、ぐしゃってなってるよ、ぬいぐるみ。ぬいぐるみって言うなし。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、ご視聴いただきありがとうございました。今日のおまけでございます。前のおまけ何の話したっけな。トランペットの話したのかな。僕音楽やってましたっていう話してるんですけど、今日はねこの撮影環境のお話をしようかなと思います。まあ、機材とかそういうのうんぬんではなくて、環境がね、最近ちょっと変わってこの部屋になったんですけど、裏がねちょっとこのまあ真っ白よりもちょっとクリーム色よりの、壁というか、後ろはここ押し入れなんですけど、押し入れと、まあ、こっちが扉ですね。まあ、色は同じなんですけど、何もないんですよね、殺風景で。で、ピーコを出してるんですけど、ピーコをね、こう、置いとく台みたいのが、ここに出すのがちょっと難しいんですよ。なので、まあ、ピーコは、まあ、手に持って、飛んでるのかな？飛んで、出してるような感じになるんですけど、裏にねこういうとこにねなんかこうつけたいなと思ってて、なんかかけたりとか、まあちょっと引っ掛けるようなところはあるんでね、そこでぶら下げてなんかまあ今までのねちょっとイメージにつけてたひまわりとかぶら下げたりとかしたいなと思うんですけど、まあどんなものついてたらいいかなと思って、ちょっとそんなね、相談というか雑談ですね。なんかあんまりごちゃごちゃしすぎちゃうとちょっとなんて言うんだろうな、もう見た時にこうなんかごちゃごちゃっていう感じがすると思うので、あんまりあれこれつけたくないんですけど、ワンポイントで何かこうつけたいなっていうふうには思ってます。でやっぱり鳥が好きだったり、まあ元気よくっていうテーマなんで、実はひまわりのね花を選んで、まあ、オープニングとかでも実は使ってるんですけど、まあ、そういうなんかちょっと元気になるようなカラーとかものとか、そういったものをちょっとぶら下げたいなと思ってます。ここには多分この辺にはつけられるんですよね。あの上からぶら下げられるのがついてるので、でこっちも一応ついてるんですけど、このちょっと太い線っていうか太い線があるんですけど、太い線のちょっとこの辺、この辺り、もう本当にじゃあ僕のちょうど頭の上ぐらいになるんで、まあ、頭の上だとちょっと微妙かなっていう感じですよね。こっち側は多分下げられないんで、やっぱこの辺かな、この辺に何かあってもいいかなと思います。ただまあ斜めにちょっとこう向いちゃうとあれかなと思うんですけど、なんかねいい案があればぜひ、教えていただければと思います。なんかシールみたいのもあるっていう話ですよね。なんかすぐ簡単に貼ったり剥がしたりできるウォールシールっていうのかな、壁に貼るなんかこうシールみたいのもあるみたいなんで、ちょっとそんなのもね検討してみようかなと思うんですけど、まあ後ろがもう本当にこの扉なんで、ここの扉をね変えることはできないので、やっぱなんかワンポイントぶら下げる系がいいかなと思ってます。なんかこう僕のチャンネルに合うものが見つかったらいいなと思いますので、こんなのどうですかとかもしあれば、コメントいただければ非常に嬉しく思います。ということで、撮影環境のお話でした。でこのマイクとかもね、基本的にはここにつけていこうかなと思いますが、あんまりまあ前もねちょっとマイク出してたことあったんですけど、このマイク出したりこっちにね、画面から見えないようにしたりとか、まあ、いろいろちょっと試行錯誤しながら、この環境も整えていければいいかなと思いますので、基本的にはトークやるときはこの環境で、撮っていきたいと思います。で、
まあ体をね、取ってエクササイズとかストレッチとかご紹介するときは、基本的に座ってやらないもの、立ってやるものとか寝そべってやるものとかは、別のスタジオをちょっと移動してやるような感じにしたいと思いますので、またね今しばらくお待ちください。ということで本日は撮影環境の雑談でした。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画、できれば明日出したいんですけど、またねちょっと途切れ途切れになっちゃうこともあるかなとは思うんですけど、ぜひね待ってていただければ嬉しく思います。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。本当のバイバイ。